世界目がなくなるまでギュッて君に似てられたみたい。おはようございます。松坂桃李です、アイドル評論家の、マリブ・ミッチェルでございます。いただきます。あの宅飲みじゃないんでね、今日は炭酸水を飲ませてもらってます。2020年度、1月のアイドル楽曲大賞というわけでございます。せっかく今回 YouTube始めたんで、まず2019年の年間の楽曲をまずやって、で、今月、まあ、1月からはこう毎月のように、ミッチェルが見たミュージックビデオを中心にはなりますが、初めて見た、そしてなるべくこう2020年1月にリリースされているような楽曲っていうものを、まあ、評価、生意気にも評価といいますかね、ミュージックビデオの素晴らしさ、歌詞の素晴らしさ、楽曲、アイドルグループ、まあ、個人、そういったものを、見てですね、ナンバーワンを毎月決めて、で年末には、1年間通してこれですよってのをやっていこうかなと。年に1回でもいいんですけど、そうなると11月ぐらいからこう聞いてって、もうとんでもない量聞くのよ。去年1400曲ぐらいで、2、3年前まで800曲ぐらいだったのに700、800ぐらい、それがもうやっぱアイドルブームというかどんどん増えてきて、去年は、1400ぐらいになってて、で 今年に入ってからも、1月っていうものに対してはもう120曲ぐらい聞いて、そこで今回今20までちょっと絞ってるんで、ここでちょっとだけ選考の様子を見てですね、でいざ発表というような流れにしようかなと思ってます、ね、で、まあ、もっといい曲あるよとか、いやこの曲去年のじゃんとか、もしあるかもしれないですけど、まあ、そういうのはちょっと、まあ、多めに見ていただいて、ミッチェルの独断と偏見で選んでいって、で知ってるよそのアイドルだし、まあ、そのアイドル知らなかったわとか、あこのアイドルまだこんなことやってんだとか、そういう、まあ、皆さんが、長くアイドル聴いてた人もこれから聴く人もですね、興味持ってもらえるようなものをやっていこうかと思います。で実はもう1ヶ月通して1月分はもう聞き終わってます。で、選考の基準だとやっぱさすがに全部を全曲聞くとやっぱ相当な時間なんで、大体バーって流してワンコーラスぐらいで、あこの曲はもう次行こうっていうような形で、行くパターンで、2コーラス最後まで聴いて、で、うん、まあこのぐらいかな、丸ぐらいかな、三角ぐらいかな。で、その中で20丸ぐらいになってたり、丸ぐらいになってるのが今この後ろにある楽曲たちです。これはまあ、全部は触れていけないですけども、可能が、な限り注目なもの、あとはなぜ選んだかっていうところを、ちょいちょい挟んでいくんで、アイドル評論家になりたい、そこのあなたも、ミッチェルがどういうところを注目してるのかっていうのを一緒に見ていきましょうと。で、実は今ここにテレビがあって、YouTube ちょっとつなげて、それで実際に聞いてみようかなと。で、まあ、ワンコーラスなのか編集でどんどんカットするのかっていうところもあるんですけども、ちょっとだけお付き合いいただいて、で、本当の、本ちゃんといいますか、いよいよ楽曲大賞っていうところに移っていこうと思いますんで。それでは今日も、行くやで。さあ始まりました。まずこれから行きましょうかね、椿ファクトリー。やっちゃえばいいんだ、やっちゃえば。さあ普段こうちょっとお酒飲みながらとか、やらせてもろてるんですけども、今日はちょっとね炭酸水でやっていこうかな。尾形梨沙がさ押されてますよ運営に。でもね運営の判断は間違ってない。そして、まあ、夢野ちゃんがねバラエティで活躍しながら、でここに来てねリコリコとね、
朝倉キティがね、ちょっとずつこう来てんのよ。その陰で新沼キソラもちょっと私もおるでっていうような、すごくいいバランスになってくる。そして女子がまず一発目に入ってくるこの谷本ちゃんのね、可愛い顔で行くし、妹っぽいのが好きですっていう子はまあマオピンに、まあ小野と小野だろうね、この新人たちが育ってさね。小野田さんちょっといろいろあったけども、でも一人も欠けることなく9人がここに存在してくれてるし、タイトルがもう恋する女の子の気持ちを歌っちゃってるんです。ここ大事です。抱きしめられてみたい、そんな風に思ったことありますか？普通の女子でもそこまで思わない、そのぐらいのとんでもない歌詞を尾形が歌うんですよ。苦労してきたんだよっていう感じで、まあ一人で喋りながら、こう、何やこの曲は、めっちゃええやんとか、誰やこれみたいなので選んでいくわけですね。そう、抱きしめられてみたい、選んだ基準は、まあやっぱりザーッと聴いていくと、やっぱりミュージックビデオの質っていうかな、まあそういうのもやっぱクオリティすごい上がってきてると思うんですよね。だからまあ歌詞と楽曲のセンスとメンバーの表情、それがやっぱグループとしてのこのまとまりと、もうやったろう感、勢い乗ってる感、そこがねやっぱ見てると分かるんです。なんで、やっぱこの曲と、まあ意識高い乙女のジレンマ、両方とも結構近しい曲だなと思ったんだけど、現時点だとこっちの方がやっぱりこう僕よがる必要もないくらいいいっすね。なんか全曲通して椿は女の子たちの気持ちギュッて、私の乙女心もギュッてされてるから、私ので、まあなんで全員、まあスキルもあるんで力も、だから歌としてもやっぱり安心して聴いていけるし、でこう朝倉希子のね表情、やっぱ椿ファクトリーの、まあ、センターというかね顔になってるよね。でそこを今こう追っかけてきてるのが多かったよ、この表情ね。ぜひね皆さん見てください。まあこのぐらいかな。これやってる理由がもう一個あって、もしかしたらミュージックビデオ見ながらとかライブ映像とか、まあ見てくるときあると思うんですけど、泣くと思うんですよね。僕週4回ぐらい泣いてるから、もうやっぱ年なのか涙腺がガバガバで、もうちょっとうるっときちゃうので、何泣いとんねんっていう動画が撮れるのかもしれない。その無理に泣くことないんですけど、ハプニングとして、これ最後のサビね、こう清楚なさ、女子たちの清楚な衣装と見た目の女子たちが、恋も夢も我慢できない私みたいなことを歌っちゃう。でもアイドルだしそんなことないけど、なんかこう、いやすごい歌詞なんですよ。一人は映画に、一人は図書館に行けるように二人にしてとか、二番は、人生二回にして、一回目はなんかしっかりやって二回目は羽ばたきたいんですみたいな歌詞があって、それをやっぱおじさんたちはそうだよねって思う。そうだよねとかそうだよねじゃない、リコリコをね、いい感じになって、本当にっていうか、もう年齢的にもちょうどいい時なんですよね。その子供っぽさがちょっと抜けつつも、まだ大人にはなってない、あ、こんな表情で生きるようになったんや、あまりきれないんです、急に出てくる敬語、あまりきれないんです、人生を2回にしてください、なんで聞いてみよう。一度は溺れたい、一度は飛び立ちたい、泣かすやん。聞いてるときは俺が乙女だから、そう、アイドルの楽しみ方って人それぞれだと思う。僕なんかはもうライブも行ったりするんですけど、家で見ながら、いいね、なんかこう楽曲に溺れたい、そして楽曲に飛び立ちたい、そんな意識高いおっさんのジレンマ、うん、こっちもいいな、わからんな、まだどれを、くそ選べない、全然選べない、いや選べないわ、何を楽曲大賞やろうとしてんのよ。
勝ち負けじゃないって言ってるじゃん。優劣じゃないよ。本当にもうさ、本当にお前はもうね、そういうとこあるよね。そういうとこあるよね。ゲイ48。この曲を選んだ理由、SKE48 か、なんか最近も聞いてなかったなと思ったら出てきたんですけど、須田あかりが、すごい引っ張ってって、もう。SKE をもう完全に引っ張ってって。そして、48グループのやっぱトップなんで、トップ陣にいるんで、表情がね、ものすごい豊か。楽しい。これもうずっと見てられる。でこのピンク色の髪の子とかさ、ね、ちょっと頭角表して生きてる子たちもいるじゃん。ちょっとまだ SKE に関しては、もう一回勉強し直さなきゃいけないんですけど、とにかく、須田あかりがすごい。そういうことあるよねっていうタイトルで、秋元康なんかって手抜いてる詩じゃねえかなって思ったんです。でも、俺そういうとこあんねん。気にしちゃダメ。で、もう、このサビの時になんかこういう踊りしてるんですけど、このね、時の須田あかりの顔見てください。この感じ、最高の表情なの。この顔、サビの顔、見てこの、こういう風の時の顔で踊ってるから、すごい。みんなこう並んでるからさ、先輩の踊ってると顔はわかんないけど、ミュージックビデオになってみんなわかると思うんだよね。須田さん、すごいな。この曲はね、1月後半にグワー来たね、もうほんと。すごいグワー来た。松井ジュリナさん、卒業ということもあり、もう SKE は彼女が背負ってます。この顔ね、最高ですよ。炭酸水が進むわ。何年か前の総選挙の時、雨降っててさ、で、須田がさ、皆さんだけを濡らすわけにはいきません言う、センターまで走って、雨に打たれながらした時に俺めっちゃ泣いてたから、わーい、この子は天下取るなーと思う。こういうとこあるよね。で、面白いなーと思って調べたら、やっぱダパンツが振り付けを考えてるんです。やっぱそういうとこで、やっぱ引っかかってくるんですよ、僕のアンテナに。だってダパンプやってますとか、なんかこうなんでって見てなくて、見てたらええやんってちょっと深掘りしたら、あ、ダパンプ振り付けしてんだ、やっぱ俺のアンテナってすごいなって思いますね。また俺の自分を褒めて、褒めさせて、自分のこと、自分を褒めて、こういうと、こういうありました。さあ続いてです。そうです、ラブペディアです。 AKB からの、まあグループからのこのハロプロ来ました。ハロプロで AKB グループ挟んでの、生田絵梨奈がこの年齢でもツインテールやってくれてるのがすごくいいよね。美人さんです。新人。15期かな、北川梨央ちゃんと、大人っぽい顔だよね。誉れちゃんと。で、パンダさん。なんだっけ。パンダさん表情すごくいいよ。歌声もいいんだよね。で、14歳、15歳の新メンバーで、その上がもう、アカネチンになっちゃうかな。アカネチンが17歳か。で、あとがもう18、19ぐらいになってたり。で、福村瑞希が23歳ぐらいっていうような、いよいよ新世代がこう、なってくるし、牧野たちみたいな中枢の奴らがこう、育ってきてる。で、その上に君臨する小田さくらとまーちゃんがこう、君臨してるわけだ。それをこう、ぐっと引き寄せる、かかかえで、振り付けられて、喋りすぎっすね。なんか、モンスにちょっと離れちゃう時期ってみんなあるんですよ。で、新人入ってきたな、で、もう名前覚えらんないわってなって、今もう、だって俺パンダさん、メイちゃんね、メイちゃん、山崎メイちゃんって思い出したけど、ちょっと新人入ると名前が、ちょっと覚えるの大変やってなって離れちゃうんだけど、何かのきっかけでもう一回見ると、またハマれるのが、モー娘のすごいとこ。で、ギリギリやっぱ知ってるメンバーは残ってるから。で、そこで、あ、今こうなってんだで、で、佐藤正樹すごいな、小田桜すごいな、石田はなんか、おだんとバチバチだな。で、森と千崎何この可愛い子。やっぱこう、一般人の方に見せるときに、やっぱこう、うちの森と見てください、森と千崎を。そしたらもうまず、OK、アイドルクロートが見たら、まーちゃんだし。そして、あとまあ、牧野マリアかな。ルックスがすごい。これ横山がね、すごいなと思って。なんか、頭角を表してるんです。なんか、ラブペディアをこういう感じで、モー娘。のメンバーがみんな、ミュージックビデオ鑑賞で喋ってんだけど、小田さくら大先輩がさ、今の横山いいじゃんとか言った時に、あざーす、ウィーみたいなこと言って、その瞬間、加賀楓がパンチして、お前何先輩に調子乗ってんだよみたいな。そういうキャラ、もっと言ってもいいかもしれない。ね、もう縦社会なんですけど、福村瑞希がリーダーってのがまた良かったのかもしれないね。やっぱハロプロのお母さんですから、彼女はやっぱ、もう失った時のさ、感動もあったじゃん。合格発表ってなってたのに、
終わったのに、なんかつんくさんがもう一人言うて、福村出てこい言うて、エッグの福村が来る、こういうのを見てるからやっぱこれからので、つくもは多分北川ちゃん好きだと思うんだよね。リオちゃん好きだと思うんですね。で次、人間関係ノーウェイウェイ、これ聞いてください、びっくりすると思います。今ちょっと聞こえてますしね、ラブペディア、ラブペディア聞いた人はこれ聞いてびっくりするんですよ。ほら、お気づきですか。そうなんです、ラブペディアと人間関係のウェイウェイ同じメロディーなんです。すごくないですか。こっちはどっちかというと新メンバーをフューチャーしたようなミュージックビデオで、しかも曲の内容も可愛らしい。ラブペディア、ちょっとウィキペディアとかけて愛を調べられます。あ、私は恋愛ってのはどういうもんなんだろうっていうような曲ですよね。でこっちは人間関係がノーウェイウェイな感じなんで、もうちょっとおっちょっぴり大人で、既存メンバーたち特にカズカエデとかチェルとかがさ、こうこんなになってノートをこうやってこうやってノートをやっちゃうんですよ。で石田がもうちょっと一人にしてって言ってるから、このまーちゃんのなーしてって一番最初のサビと最後のサビのちょっと重たいっていう歌詞をあかねちに歌わせてるところがいいね。ちょっと重たいのかなみたいな、この場合は本当2曲で本当1曲っていうようなぐらいのカウントでもいいのかなって、結局バランスがモームスでいいのかもしれないよな。アンジュルム大量にこう卒業しちゃったりさ、コブチファクトリーが解散とかあるから、ハローの中で結果的にずっとこう安定してるというか、ビヨンズにみんな行っちゃったりさ、まあ、椿がガーってきたり、ユーズジュースがこの前の特番でも歌もダンスもトップになってたりっていうように、こう周りもこう動いてんだけど、でもモームスはやっぱり僕たちを待っててくれる。だから人間関係にノーウェイウェイした時はやっぱ戻った方がいいよ。毒で毒を制すってマツコ・デラックスが言ってましたけど、自分の中に毒がある時はやっぱハロプロを聞いてそれを浄化させてっていうのが、まあ我々のやり方ですよね。グリーンデイのバスケットケースのオマージュ、バスケットボックスです。ここになっちゃったもんね。チャンジャン、これトギー歌ったら最高やな。俺がプロデューサーだったら絶対トギー取るもんな。でネオトゥリーズの歌よ。シンプルな楽曲でシンプルな歌詞なのにやっぱグッとくるんだよね。で今回のビスはやっぱ4人でビスのオーディションとかもあってどうなるかわかんないけど、これからでもある意味一番完成してるグループね、今4人っていう少ない人数で、もうこれ以上入んなくてもいいんじゃないかぐらいのストレートな歌のちゃんと文句と、旅を任せるニュートリーズ、そして飛び道具的な歌声のパンクなトギーとセクシーボイスの伊藤無線式、どんな名前やん。だから僕らは今このギス3期を見せてもらって、このリアルな部分がすごく貴重な体験という、この後どうなるかわかんないんだけど、今のこのもう完成してるであろうところの心臓がこう脈打ってるような、一番全盛期であり史上最強の4人である現時点でね、これから更新していくのか、常に最高を今見せてくれてるような、すごい俺評価してるな。でニュートリーズがね、ワックしか大西に受けずにずっと来た、ありがとう。やっぱ最近ビス見ると泣いちゃうね。いいね、ちゃんとモンキーの笑顔っていいよ。で最後にあの決めポーズするんですよ4人、それがねかっこいいんです。いつもこれ見てる、それを見たいんです。最後まで見てみて、ジャーンって終わってかっけー、トギーの顔がいいよ、泣いちゃうよ、もう泣きそうになっちゃう。まあそんな感じで選考会もいよいよ終盤ですわ。あとちょっと注目する、青春高校3年 C 組、これがまあまたこれ秋元康さんがやってるとこですけど、だから秋元さんはほんといろんなことやってるよね。君のことをまだ何も知らないっていう曲、僕も知らないあなたたちのことまだと思いながら見てましたけど、だからテレビ番組から出てきた子たちみたいな可愛らしい子ちゃんと用意してさ、テレビの企画でしょうね。秋元康が詩をガチで書いてんなら、もうどういう感じで書いてんのか見たいよね。前ドキュメントで見たけど、ミュージックビデオ撮りますって会場が3カ所ぐらいあって、もう振り付けとかをやりながら、歌詞来ましたで、先にリップの部分撮って、振り付けを。なんならまず歌詞できたら仮歌をその場で歌って届けるみたいなの。今もうさ、AKB グループもいっぱい増えて、坂道増えて、で、こういうのもまたちょこちょこやってるから、どういうことなの？秋元康って
ていう作詞チームみたいなイメージの方がいいのかな、不可能じゃないですか時間的に。今闇に触れていってますけど、秋元康氏歌詞書いてるのか問題、ちょっとこれ以上深く追求すると怒られそうなので言わないですけど、だからまあそんなことないよって。日向さんそんなことないよちょっとですけど、日向も去年からさ曲でさグループちょっと離れてるけど会話してるやん、そういうとこあるよねって言った後にそんなことないよって、なんですか君のことあんま知らないですって会話させるシリーズが今流行ってんのかなでもやっぱ無謀な夢は覚めることないよねとか言って STU の曲も入ってんのかな。僕は嫌だ、この曲聴いて終わりにしようかな。窓がいっぱいあるよ、岡田奈々がいてね。 STU はね本当にのどかな優しい感じで、こう自然をバックに歌ったりとか、その去年とかだったらね一発撮りでさこうカメラを追っかけて感じドローンで撮ってたのな。で岡田奈々が途中でこけたやつも OK テイクになって、ちょっとさノミネート作品が出揃ってきました。2020年1月アイドル楽曲大賞、その栄光に輝くのはどの楽曲だ。知らねえお前が選べ、オードリーみたいなこと、知らねえお前が選べ、お前が選ぶんだよ。そのでお前は俺ともうアイドル聞かないかとねねてここに伝えてみ、ヒヒヒヒヒ、一人オードリーやるモノマネ全部75点、ミッチェルです。OKOKOK。これで、わかりました。今回1月いいなと思ったのは、バップアップガールの2期がノミネートしてて、2つぐらい。なかなか、将来性というか、あとは、サイバーっていうのかな？これも2曲入ってるんですよ。恋愛リアリティショーっていうのと、東京ラットシティか。あとまあ、この鳥かごね。これが多分今年ちょっとアイドル界を揺るがすんじゃないかなって僕は睨んでます。北越団のさみたいな、やっぱ75で石橋貴明、なんかさ山の手の内回りみたいな、これがどこまで食い込むか。あとはまあそんなもんか、やっぱり今回椿とモームス SKE この辺がやっぱ強いとこではあるよね。ちょっとまだ最終選考どうなるかわからないんですけども、いくやで、楽しみにお待ちください。しばしご観覧を。バイ。遊びは終わりだ。君ってそういうとこあるよね、君ってそういうとこあるよね。 HelloYouTube. My name is 通り松坂。さあ、遊びは終わりだ。先ほどまでやっていた選考会から、いよいよ2020年1月度のアイドル楽曲大賞発表いくで、テンポよくいきましょう。選考に選考を重ねた結果、今回大賞というものを決めていきます。決まりました。はい、三つ子の魂100万円、どういうこと？どういうこと？遊び終わりだよ、もういきますよ、パッと発表しよう。今年、初っ端からすごかったです。椿ファクトリー、SKE から日向坂、トリカゴ、モーニング娘、サイバー、STU、アップアップガールズも来てます。この裏にも書いてあるんで、いきますよ。緊張の一瞬です。パンドラの箱、開いちゃうよね。いや、アイドル、楽曲大賞は MVP 抱きしめられてみたい椿ファクトリー、おめでとうございます。1位です。今年椿ファクトリー抱きしめられてみたい、それ以外をもう毎月勝手になんか表彰してますけど、今月はですね企画賞として人間関係のウェイウェイの、そして、ラブペディアのモーニング娘 2.0、 この2曲が同じメロディーだけど歌詞とか振り付け衣装歌ってる感じ変えて出した曲ということで、今回企画賞として差し上げます。数を差し上げます。企画賞差し上げます。もう遊びもう終わりだって言ってんだろ、ちゃんとやれよ。そしてパンク賞、パンクでしょ、ビス
バスケットボックス。ミュージックビデオ見た方であればお気づきの通り、まあ、グリーンデイの、バスケットケースのちょっとオマージュも入ってて、往年のパンクファンをちょっとこうほっこりさせるような、そして今年も大注目のビス、パンクレ賞を受賞おめでとうございます。すそして個人 MVP 今回選出させていただきました SKE48 から須田あかりさん、おめでとうございます。ダンス、ダンスに関してですね、今回やっぱミュージックビデオ見てすごいいいなって、抜群に表情が良かったですね。一つの完成品ですよ。で、松井ジュリナが卒業するタイミングで、ある意味48グルーヴを背負うぐらいの位置にいますもんね。今ダースの本来のポテンシャルと努力と全部が今最高に合わさってる状態、非常にいい状態です。ぜひ皆さん見てください。で、この須田あかりという名前、実はアイドル界において五大あかり、あかり五人衆、かりんちゃん、二大かりんちゃんいたじゃないですか、荻野かりんと宮本かりんと同じように、このあかりという名前のアイドルがまあいっぱいいるんでしょうけど、もっと私なり五人衆ですよ。もういない方もいるんですけど、まあまず須田さん、そして早見さんですね、早見あかり、ももクロの夢見るアドレセンス山田あかり、そして、アンジュルムから竹内あかり、そして最後ジュースジュースから上村あかりと、このね五大あかりの今トップですよね。1月からもう大変よ。曲を聴いていくうちに、椿の抱きしめられてみたいのこの歌詞の凄さ、尾形の子頑張ってる姿とかさ、9人がやっとこう無個性の感じから始まった、ちょっとトップ陣にいなかったのにこう全員でこう椿ファクトリーっていうところで上がってきてるような、今回輝かせて、いただきました。 MVP です、おめでとうございます。また2月にお会いできればと思います。1月はこんな感じですね。遊びは終わりだから、当たり前じゃねえかな、この状況は当たり前じゃねえかな、小ボケが多いね。2020年、1月の楽曲 MVP、発表させていただきました、マリブチャンネルミッチェルの、アイドル考察、ごひいきによろしくお願いいたします。そういうとこあるよね。